でもそれはおかしいわ。今回一家が出てきたのはあくまで結果でしかない。リーシャさんが気を利かせて私たちに頼まなかったら表に出なかったわけなんだし。確かに。となると一家の目を欺く陽動っていう線はないか。そもそも陰の存在を知っている人間は誰なんだろう。そうね、雇い主であるヘイユエは当然として、やり合っているルバーチェと同行を追っている捜査一課、あとはルバーチェと関係のあるハルトマン議長も知っていそうね。ハルトマン議長って昨日も言っていた。ええ、帝国派のリーダーにして議会を牛耳っている大物政治家よ。多分ルバーチェ最大の後ろ盾と言ってもいい存在ね。ちなみにおじい様の改革案はほぼ全てこの人に潰されているわ。そうなのか。名前くらいしか知らなかったけど。そうなると院にとっては逆に敵対勢力になるってことか。ねえ、関係は薄そうね。ディオ、ランディ、どうしたの？狐につままれた顔をして。いや、だってな。エリーさん、今日はすごく元気ですね。あ、うん、ごめんなさい、昨日はどうかしていたわ。でも、もう大丈夫、足手まといにはならないから。だからエリー、足手まといなんて言うなって。むしろ俺たちの方がいろいろ助けてもらってるんだからさ。今だってほら、エリーがいると推理もはかどって助かってるし。そうかしら。怪しい。怪しいです。ちょっと。そういや昨日の夜、屋上から話し声が聞こえたな。ひょっとして。なるほど、おめでとうございます、ロイドさん、エリーさん。いや、別にお祝いを言われるようなことはしてないぞ。そうよ、ただちょっといろいろ話したっていうだけで。なるほど、いろいろね。でどこまで行ったんだ？ランディ！ちょっと、ティオちゃんもいるのに。どこまで行った？ああ、お付き合いの過程でいろいろな段階を踏むという。いやいや、ないから。ヒュー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 。いい加減にしなさい。まったく、俺とエリーの関係を疑うなんて、そんなのありえないだろ。え？そもそも釣り合わないっていうか、そんな雰囲気にならないっていうか。なあ、エリー。あれ？おいおい。踏みましたね。そうね。そうよね。ただお話ししてつまらない相談に乗ってもらっただけだものね。ええ、そんな甘い雰囲気には全くもってなりませんでしたとも。釣り合わないってのは俺がエリーには似合わないって言ってるだけで。ギロ、すみません。まあなんだ、元気が出て何よりじゃねえか。安心しました。ひょっとして警察辞めてしまうんじゃないかって思ったので。ごめんね、心配かけて。将来どうするかはまだわからないけれど、今私がいるべき場所はここであるのは間違いないから。だからみんな改めてよろしくお願いします。エリー、エリーさん。お嬢のツッコミがないとやっぱり閉まらねえもんな。ツッ
込ませているのはあなたたちが原因でしょう。まあそれはともかく、捜査方針だけど結局どうしようかしら。そうだな、一課とは別のアプローチで院に迫るといっても、いろいろ切り口があるので逆に迷ってしまいますね。こうなったらあれだ、カルバードの東方人街に出張しに行くってのはどうだ。少しは院の手がかりもつかめるんじゃねえか。それは盲点だったな。でも外国に出張なんて、そんなの許されるのかしら。支援課の範疇から外れそうな気がするし、ティオ、どうしたの？警察のデータベースをもう少し漁ってみようかと。一課の動向などもつかめるかもしれませんし、ただ昨夜調べたばかりなので追加情報はないかもしれませんが。そうか、ま、やらないよりマシか。あ、どうしたんだ？珍しいですね、動力メールが届いているみたいです。動力メール？確か文章だけの情報を端末に送るものだったかしら。はい、すごく便利なのに警察では使っている人がほとんどいないみたいで、キーボードが使える人がまだ少ないせいでしょうね。なるほど、確かに俺も使えないしな。それより誰からなんだ？今開いてみます。なんだ、一体誰から？これは、おいおい、何のいたずらだこりゃ。ティオちゃん、このメールはどこから？警察本部ではありません。わかりました、クロスベル国際銀行、通称 IBC です。どういうことだ？ IBC っていや、大陸中からミラをかき集めてる銀行だろう。なんでそんなところがこんないたずらを送ってくるんだ？私に聞かれても。でもこのメールは間違いなく IBC の端末から送られています。誰が送ったのかまでは分かりませんが。もしかしてインが IBC に潜入しているとか。正直ありえなくはないわね。それに IBC ビルには外部の会社もいくつか入っているわ。確かエプスタイン財団の事務所もあったんじゃないかしら。ええ、知り合いがそこで働いています。ですがどうやらこのメールは IBC のメイン端末から送信されているみたいですね。外部の会社が関わっている可能性は低いと思いますが。直接聞いてみるしかないか。なるべく一課には内密に捜査を進めたかったんだけど。さすがに身分を明かさないで聞いてみるのは難しそうだな。ま、余計な横やりが入る前に動いちまえばいいんじゃねえか。ひょっとしたら内密に調べさせてもらえるかも。どういうことですか？私の友人に IBC の関係者がいるのよ。その人のお父様に事情を話せば力になってくれるかもしれない。そうだったのか。おお、好都合じゃねえか。さすがお嬢、いろいろなコネを持ってるな。まあそれなりにね。でもとても忙しい方だから、クロスベル市にいるかどうか。どんな立場の方なんですか？多分知ってると思うけど、ディーター・クロイスっていうの。え、あ、なんだ、有名人なのか。あ、うん、ある意味知名度で言うならイリアさん並みかもしれない。ディーター・
クロイス。大陸有数の資産家にして国際経済の中心人物の一人、現 IBC 総裁ですね。おわ、銀行のトップかよ。もともと父の古い友人だったの。祖父とも昔から親交があって、それで仲良くさせてもらっていて、娘さんは私の幼馴染にあたるわね。そうだったのか。しかしそんな人だと不在だとしても仕方ないか。うん、1年の半分くらいは外国を飛び回っているらしいから。でもダメで元々だわ。私の友人ならいるかもしれないし、尋ねるだけ尋ねてみましょう。なあ、そうしよう。しかしこれでなんとか捜査の目処がついたけど。メールの意図ですね。脅迫状もそうでしたわ。どういうつもりなんでしょう。ま、せっかく向こうからわざわざ接触してきたんだ。ここはあえて乗ってみようぜ。そうね、行きましょう。 IBC ビルへ。
Thank you.